ウーバーイーツで1万円稼ぎまで帰れません。さあ始まりました、プリタッチャンネル。ハロー、佐々木です。アコギンか、タッコー。今日は対決です。5000円になった方が勝ちです。相手がどのくらい稼いでるか全くわからないままチャレンジしてもらうというところ。2人にはこの特別なカードを2枚ずつ、1枚目相手の金額がわかるカード、直近で稼いだ金額が倍になるチャンスカードです。でミッションクリアするとそれを実行することができます。倍チャンスカードに限ってはですね、クリアできなかったらゼロになる。じゃあ対決行く前にチャンネル登録よろしく。ウーバーイーツ1万円稼ぎまで帰れません。スタート。ここからスタート。今から同時にもうウーバーにもう受け付けますよって言って、先に来た方からも言っていい。はい、ということで今注文が来ました。嘘。ほら、これタイムリミット1分以内に受付をやらないと取れないんだ。そう。じゃあお先です。すいません。じゃあお先行ってきます。行きまーす。もうねナビがね全部教えてくれるんで。あった。生姜屋。品物を取りていきたいと思います。今からこの仕切りをこの縦に置くことでこれ動きにくいんで、これで配達します。あれ距離的にはねそんなに遠くないんで、すぐに配達できるかな。やっと来ました。はい。やっと見つかった。ここさ着きました。今一軒目が終わったんですけども、一軒目なんと。501円です。結構いいんじゃないですか、501円ってことなんで、ちょっと次来るまで待ちましょうか。10分ぐらい待ってるんですけど、来ません。これがね、Uber Eats ってね、あるんだよね。ちょっと今もう2時なんでね、お昼のピーク過ぎたから、注文少ないのかな。はい、1軒目終わりました。こういう感じなんですね、Uber Eats 初めて。ちょっと楽しいですね。今ので486円、売り上げなので、単純にこれ10回やと。繁華街とかそのお店が多いところにスタンバってたらいいですね。すぐ取り行けるように飲食店のあるところにまた戻って待機したいと思います。体の場合1枚で待機したいと思います。来ました。10分以上待ちました。見つけて届けに行きたいと思います。疲れちゃった。もう待ち時間をどれだけ減らせるからね。もう2時半ぐらいで30分以上待って2軒目来ました。デリバリー楽しみ。こちらの松屋さんになります。お客さんのところに配達行ってきます。マイペースで行きます。ということで配達なんですけども、ただいまの配達が425円だったんですけど、チップいただきました。63円のチップです。ということで今合計が989円なんで、あと約4000円ぐらいです。次じゃあ3軒目どんどん待ちましょう。2軒目終わりました。また休憩したらちょっと繁華街飲食店多いところ行って待機して、また注文待ちたいと思います。はい、待つこと20分。3軒目やってきました。次はこちら銀だこさんです。うまいよね。どんどん行きましょう。今回ねちょっと透明になってます。はい、421円いただきました。ありがとうございます。次が来ました。向かいます。バーガーキングさん、バーガーキングさんが4軒目です。ちょっと遠いね。みんなの配達員やってたから、こういうの向いてるかもしれないな。やっと来ました。30分ぐらい待った。長かった。次来るまで。こちらデリカオンドルさん、3軒目はパパッと行けたんで良かったですけど、ちょっとやっぱ儲けというか売り上げが少ないですね。はい、高田の馬場駅前のまた広場で待ちたいと思います。はい、今のところの売り上げが571円でした。結構割高だったと思います。多分ね距離が遠かったからその分値段も高かったのかなって思いますね。ほんとちょっとで2000円いるって感じで、ここから夕方のピークなんで多分怒涛のラッシュが入ってくると思うんですよ。ちょっと疲れたね。マジで休憩しようと思うんですけど、ちょっとお団子がどのくらい行ってるかわかんないんで、あいつの状況を聞いて、あいつが俺より多かったらもう休憩なしでいきます。運営側にちょっと連絡取りたいと思います。あ、もしもし。もしもし。カードを使われるということですよね。もちろん使いますよ、はい、お団子の現在の値段を教えてください。わかりました。ただ今から行われるミッションにクリアしないとそちらをお教えすることはできません。では今からクイズを出します。サスケが一番最近頼んだ Uber Eats の品物は何？蕎麦、焼き鳥、パスタ。
番新しいやつ。一番新しいやつだね。あれだと思うんだよね。パスタ。パスタでファイナルアンサー。ファイナルアンサー。頼む。正解。よし。よし。おだんごさんの、はい、合計金額を押してしまう。お願いします。1383円。よし勝ってる。よし勝ってる。集計します。コンビニで甘味買ってパワー出したいと思います。はい、やっと来ました。コジコーナーさん、はい、届き終わりました。4軒目、はい、続いてもうすぐ来ました。その後取り行ってで届けたいと思います。はい、こちら、緊急事態で今コンビニ行こうと瞬間に注文入ったんで向かいたいと思います。スタバさんです。やめたいです。クラサ、クソ、もうやだ、ずっと待つだけです。はい、では注文、車助行で待機します。待つこと10分近くで休憩後も入れると、いよいよやっと着きました。5軒目です。ハンバーグマスオさんです。登り坂きつい。バッテリーも減ってきたんで、この配達終わったら一回ちょっと充電しに戻りたいと思います。まさかの配達行って終わった瞬間に次の注文が入りました。なんでもう電車です。来ました。はい、かれこれ30分以上待ってますけど全く反応ないので。ウーバーさんこんなきついの。高田のパパも買ってる途中に来ました。このスペインバルのお店ですね。合計が3463円になりました。バッテリー補充時に変わります。6軒目終わりました。めちゃくちゃきついぞこれ。はい、電動自転車の残りがもう 17% にして、全部充電してちょっと力貯めて再スタート一回帰ります。え、嘘でしょ。これがお互いどんぐらい買ってるかまだ言えないんだよね。そうだね。え、18時52分52分、19時ですか。19時はもうすぐ。ちょ、もう行きますよ俺。え、行きますよ本当。いや、これラッシュ逃したくない。これ充電2ですけど、いや、走り切れたはずです。勝敗はいかに。絶対勝つ。え、なんか、ね、ここで食べちゃうっていう。え、使います。そうですね、使うんですね。相手の金額を知るカード。ミッションをクリアしないと知れません。はい、そうですね、はい、ウーバーイーツの本社はどこにあるか。ワシントン DC、 サンフランシスコ、ニューヨーク。外国なんだ。ニューヨーカーの人たちっておしゃれとか最先端なんだよね確か。ニューヨーク、ニューヨーカーがウーバーやってるっていうのしかちょっと想像できないな俺は。ニューヨーク。残念。サンフランシスコでした。うわー、金客知れなかったよ、クソ。じゃ行ってきますね。はい、絶対勝つ。来ました、やっぱり作戦成功です。飛び出してすぐ来ましたよ、ピザハットから。私の家のピザハットね、すごい離れました。ピザハットに、ピザハットです。ちょっと遠いね、15分くらいかかるところですけども、遠いってことは高額のチャンスなんで、これ終わったらハイプッシュしたいと思います。手堅く届けたいと思います。ゲットしたので届けに行きます。今どれぐらい稼いでるか気になるな。今のね、配達ピザのやつが574円でした。バイチャンス電話かけたいと思います。ちょっとバイチャンスカード使います。こちらのカードはですね、あるミッションをクリアすると直近で手に入ったお金が倍額になるという。失敗したならばそのお金が逆にゼロになります。怖いな、はい、今回のミッションは30秒以内に翔ちゃんを笑わすことができたらクリアです。オッケー、翔ちゃん笑わせればいいのね。では参ります、用意スタート。
10秒経過です。おでこあと5秒です。3、2、1。前へ。ダメ。失敗。残念です。ゼロです。うわやば。ちょっとこんなことしてる暇ないんで、ちょっと電話切りますよ。ってことはあと1500円あるから3件は行かなきゃだ。すぐそこ、すぐそこ。これです。こいでこいでこぎまくります。女あんごが帰ってきました。やっぱタンク無理でしたんでさ、バイプッシュしとくか。これでとにかく1回増やします。ちなみに直近のお金は458円。30秒以内に翔ちゃんを笑わすことできたらクリアです。アホ絶対ヤバいぜ。だっていやわかんないよ。よーいスタート。飛行機でした最初から。カバの親子です。乗っかってるだろう、カバの親子。うわぁ、ジムでか、チロルチョコでかいだろうか。こんなでかいチロルチョコ食べれるか。カボレ終了。3つ目で振り絞ってこれをチロルチョコってもう言ったのがちょっともう面白かったですね。裏で笑ってんな、振り絞ってとか。裏とかじゃなくてボケ録じゃなくて直近の金額が倍追加されます。やったー、助かる。今に取れば502円で4589円なんですけども、さっきの574円抜くんで今4000円ちょっといってないぐらいですね。来ました、記念すべき10件目。林家中野店さんです。次がラスト、その次が最後になります。なんでこれいって次がラスト。もう時間やばいからお店も閉まっちゃうしな。そうそう、ゲルゲル行ってきます。いらっしゃい。次はケバブのお店ですね。まあ、距離的にはそんな遠くないんで、ケバブ屋さんですね。はい、結果4230円ですね。なんであと770円まくって勝ちたいと思います。今、行った時がですね、あと520円です。今ね、マックで地蔵作戦という、やはりこの時間になると注文が少なくなるから、マックだったら来るんじゃねえかってことで、マックのところで貼ってます。時間的にもう9時半だ、お店が10時に閉まったから、ちょっと新宿方面行きたいと思います。ここで来てくれるといいんだけどな、頼むよ、あと1軒でいいんだよ。歌舞伎町はど真ん中、注文が入らない。注文しないの？なので今の金額を振りたいと思います。今の時間がですね12時25分です。0時です。終わったー。配達してからもう1時間ぐらい経つじゃない。大変だよマジで。来ましたー、春日亭あぐら様です。今の金額が378円なんで、今吉永さんからやっと来ました。あ、もしもし、終わりました。お疲れ様。アゴキングさんの勝利。よし。そうだよね、連絡来てないんだからそうだよね。ということで、無事勝利しましたんで、帰りまーす。では、お団子さんに電話します。もう最悪、最悪だわ。電話来た、サスケから。もしもし。お団子さん。はい。敗北決定です。やめてくれ、こんだけやって嘘だろ。俺もう本当にあと1店舗2店舗だったよ。俺だって戻ってきてください。さらっとしてんな、終わりが。というわけでお二人お疲れ様でした。アゴキングさんが5400円、おお、そしてお団子さん4233円です。負けたお団子さん、はい、一応1万円にしないといけないので、はい、終われませんなので後日ですね5000円足していない金額分は
やっていただきます。おお、まず800円分ぐらいだ。ほんと2件だから、はい、頑張ったなと思う方はチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。バイバイって行こう。人間を蹴っちゃいます。そして人間が吊るされるのはこれだ。いいですね。ストップだ。ストップでくださいよ。ストップ。すごい大事。エビさんでこのダンボール持ち上げてる。お戻りください。12時間近くやってますよこっちは。お戻りください。すいません。